は俺も覚えてて、前は窓の外から見えるすぐそこの交差点のところにいて、この辺りの近所の人はいちいち挨拶していくくらいに有名な猫みたいだった。ねえねえ、ゴーちゃん、あの猫がさ、いなくなっちゃってもさ、それでもやっぱり交差点通るたびに気になっちゃうのかな。なんかそういうことがあったら面白いじゃんっていう前提でね、例えば今のこの会話とか保存されてて宇宙で再生されててね、何のためや。だからさ、このしょうもない一日に地球人を解読する手がかりがあるかもしれないし。結婚しようよ。